すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、実家から帰ってきまして一発目の店はもちろんこちらです。ドン。 JR 町田駅から徒歩10分くらいのところにあります一番さんにお邪魔してます。福島で行った虎食堂さんで修行された店主さんが営むお店ですね。正統派の白川手打ち中華そばがいただけるということで、町田でナンバーワンっていう呼び声も結構高いお店なんでね、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、一番さん、とこしえに食券制です。今回は味玉、ワンタン、チャーシューが入っている特注イカそばをチョイス。ワンタンをその場で作り、丼を温め、チャーシューも切り立て、麺をしっかり手揉みするなど、店主さんのとにかく丁寧な仕事ぶりに見惚れていると。こちらが一番さんの特注イカそばです。ひょー、濃い醤油色のスープに点々と浮かぶチーユと様々な具材、美しいです。それでは早速いただきます。さあ、まずはスープを一口。はーん、鶏ガラというより肉の出汁の味わいをすするは強く感じました。あっさりに見えて重厚な、しかし全くしつこくない美味しいスープです。さて、お次にメンマ、そして青菜も食らって、普段脇役な具材たちもしっかりうまいことを確認したら、一番くじなら A 賞クラスのチャーシューを食らう。もろーん、厚切りでサクッと歯が入り、肉本来の味をそのまま楽しむタイプ、食べ応え十分です。さあ、お次にしっかり身の詰まったワンタンをチュルンといただき、一番星を見つけた時のような幸福感を味わったら、そろそろ麺いきましょう。ピロピロですが平打ちではありません。ほい、スズルドボーイ。ツルツルとすすっていくとピロピロ麺が暴れ、長さも太さも異なる麺たちのフリーダンスバトル、めちゃくちゃうますぎてすするにかなり早めの春一番が訪れましたよ。さあ、このラーメンを最も美味しくいただくには、すすりまくるのが最高の方法だろうってことで、どんどんすすっていたら鶏チャーシューを途中で見つけちゃいました。しっとりジューシーで、さらに食欲をかきたててくれます。ではもう今日から一番すすりまくるのがお待たせしました、すごいやつってことで、鶏と醤油の重厚なハーモニーをまた感じまくって、ここでラスワン賞の味玉をパクリ、とろっと垂れる黄身が素敵です。てなわけで、最後にしっかりスープも飲んで、本日も完食です。大変美味しくすれました。随所にこだわりと丁寧さを感じる素晴らしい一杯でした。それではごちそうさまで。はい、ごちそうさまでした。いやー、一番さんに行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったですね。まず店主さんの職人感がすごく際立っていましたね。チャーシューは切りたて、そしてワンタンも作りたて、麺も奥で打ったやつをもうその場でこう手揉みしたりと、随所にこだわりが見られる一杯でした。本当にこう丁寧にいっぱいいっぱい作られてるなという印象でしたね。なんか時間はかかってしまいますけど、まあそれを見てるだけでもこう楽しめるっていう、いや味も良かったですね。あっさりとした醤油ベースのスープに鶏の風味たっぷりのチーユがかかっていて、そこにあの手打ちのピロピロの麺がもう本当に美味しかったですね。いやもうまた来たいです。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、一番が一番や。はい、いやー、3000万回再生の MV 見ていただけましたでしょうか。まだ見てない人はぜひ見てください。見てくれた方本当にありがとうございます。